ホライズン密着取材。今回はいよいよ営業中の店内の様子をお届けする。この日は平日ということもあり、30分ほどしてから最初のお客様が来店した。期待の新人コウが同伴したのだ。はい、オープンから25分でやっと、まあ、1組、はい、はい、そうですね、まあ、やっと口開け、まあ、彼期待の新人コウって言うんですけども、はい、一発目バッチリ決めてくれたんで、はい、今後期待のルーキーとなってくれるように、はい、口開け一発目狙うのも一番いっちゃってください。行ってきます。まあ、大型犬いいっすね。動物とか好き？動物大好き。あ、そうなの。びっくりした。俺に全部任せな。今日から入った新人のルカだ。彼にはこの後新人研修が待っている。緊張をほぐすためなのか、ナスキが積極的に話しかけている。あ、カメラさん、あれミーティングの時は部屋目してなかったけど、今部屋目終わって部屋目終わってルカです。ありがとうございます。誰にガジェットのなんとかに似てるって言われてる。ガジェットのボーカル。カメラに見られてるからね。これ撮ってる。キャメラが撮ってるから。これキャメラがね、多分乗ると思う。乗ります。乗りますか、これ乗るな、これ。バチッと上足か。いいね、入店早々。はい、いらっしゃいませ。失礼します。同じ頃、体験入店希望者が2名来た。人事担当者が面接を行う。かなり緊張しているようだが、この後どのような展開になるのか。はい、体験入店が決まった。そうですね、早速今日2人体験入店が決まりました。はい、どういう流れになるんですか。そうですね、今在籍しているスタッフが、まあ、うちではやってはいけない禁止事項や注意事項をまず勉強しまして、でその後ジャケットとか着用してもらうんですけども、もし持ってきてなかったら、まあ、うちでレンタルして貸す感じです。で、まあ、勉強した後実際に席回りをするっていう形になってます。初回で入っていただいたんでね、エンターテイナーですから。もうあ、初回のお客様も来店し、幹部たちもやっとお店に揃った。いい流れができてはいるのだが、店長である新次は運営面での改善すべき点についてある考えを持っていた。新しく新人の子とか入ってきてくれたりとか、まあ、面接も、まあ、今日2件入って、体験入店、まあ、2件入ったんですけど、まあ、やっぱりちょっと今日早い時間がやっぱ暇だったんです。オープン直後ぐらいですね。まあ、そういうところで、まあ、やっぱり新しく来た子たちのモチベーションとしても、こうやっぱり、まあ、幹部の人なり、まあ、そういった人たちがまあ早い時間からある程度いることによって、まあ、多少なりとまあ縁になるというか、気も引き締まるという思いますし、まあ、今現状その自分の出勤時間というのは各個人決まっているとは思うんですけど、まあ、その中でまあ全員が全員というわけじゃなくても、まあ、週1ずつとか、まあ、ちょっと交代制でもいいんで、まあ、何かしらこう早めに来るようなシステム作りというのを考えた方が、まあ、今後夏までに20人目指すのであれば、まあ、その辺のシステムもちょっと必要なんじゃないかなと思いますので、まあ、今度のミーティングとかでもちょっと企画提案させてもらうんで、そうだね、次の課題に、はい、でエヴァノートの方に書いて次また話に進めていきましょう。はい、わかりました。ありがとうございます。幹部が早い時間にいないことで、お客様や
入店希望者に深刻な影響が出ている。まだ発展途上であるホライズンだが、このようにスタッフが気がついたことをすぐさま話し合い、妖精が柔軟に耳を傾けることができるということが強みとなっている。早時間にご幹部出勤する方向でちょっと持っていかないと。そうですね、初回のお客様もね、やっぱ早く幹部とっても会いたい環境も望んでるだろうし、ちょっと考えましょう。はい、わかりました。お願いします。ホライズン密着取材、来週は店内が盛り上がりを見せる中、自分ではなくお店のために献身的に動くキャストたちの様子をお届けする。そしてカメラはプレイヤー時代には考えられなかった妖精のある行動を捉えた。次週もお楽しみに。普通ですよ、今日だからやってるわけじゃないですよ。